れております。おかっぱりで釣ったブリ、この発泡スチロールは市場でもらってきました。
ちょっとどころじゃないかな、ボロボロになっちゃったけど届きました。もうね、もったいないんで塩焼きとかにしたいと思います。ペロリと食べちゃいました。他もね、残ったブリはいろんな料理にして美味しくいただきたいと思います。はい、今日はブリ丼を作ってみました。贅沢に海苔をいっぱい乗せてみました。美味しそう。いただきます。はい、ブリの照り焼きです。美味しそう。では、今日も動画見てくださってありがとうございました。バイバーイ。